バラカルドは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。公式名は、バスク語表記のバーラゴルド。2017年の人口は10万313人。ビルバオ河口の砂賀にあり、ビルバオを中心とするビルバオ都市系を構成している。ビスカヤ県の典型的な気候で、夏は過ごしやすく、冬が長引く。年間平均気温は、摂氏14度。 年間最低気温は摂氏8度、年間最高気温は摂氏18度である。バラカルドビルバオ館のカダグア川に架か,かる悪魔教、エキシビションセンター1900年のバラカルドの人口は15,013人であった。バラカルド以上に急速に成長した都市は国内に数カ所あるが、バラカルドの人口は1880年から1900年の間に2倍に増えた。この期間、 多くの移住労働者たちが移り住んできた。鉄工業とダイナマイト製造がバラカルドを大いに繁栄させた。ビスカヤ県内の鉱山からの採掘が増え、近隣の都市に対して鉄道が開通した。ビルバオ加工では造船業が成長した。バラカルド郊外の定地にある田園地帯では、トウモロコシ、果物、ワイン用ブドウが生産されていた。19世紀と20世紀に、 鉄鉱石の採掘が地域の主要経済活動であった時から、現代のバラカルドは鉱山鉄道の終着点であった。20世紀を通じて、アルトス・オルノスで、ビスカヤ社は重要な存在だったが、1980年代に不景気が地域経済にひどい打撃を与えた。バラカルドにある工場は相次いで閉鎖され、かつての工業用地には住居用、高層、建築、公園、 ショッピングモールが建設された。巨大なビルバオエキシビションセンターが市外郊外に建てられた。出店はスペイン内務省など、メトロビルバオバラカルドはメトロビルバオの2号線によって、ビルバオ都市圏の他都市と結ばれており、市内には4駅が存在する。セルカニアスビルバオも走っている。ビスカイバス社がバス路線を運行し、ビスカヤ県内の他都市とバラカルドを結んでいる。 バラカルド周辺へ向かう主要道は高速道路 A-8 号線であり、バラカルドやビルバオ都市圏をスペインタ都市とつないでいる。バラカルドとビルバオ案内の都市とをつなぐボートフェリーの定期便もある。ビルバオ空港はバラカルド中心部から車で1 5トルほどのところにある。バラカルドに本拠地を置くサッカークラブとしてバラカルド CF があり、 2003年完成で7960人収容のカンポデラセサーレをホームスタジアムとしている。バラカルド CF は主にセグンダ・ディビシオン B に所属しているが、1930年代から1970年代にかけての時代には28シーズンにわたってセグンダ・ディビシオンに所属していた。ハンドボールも盛んであり、女子クラブのプロセテクニサスアソ・バラカルドは、 ディビシオンデオノールフェミニーナでバロンマノに所属している。2016から17シーズンには欧州カップ戦である女子 EHF チャレンジカップに出場した。男子クラブの CB バラカルドは1979年に設立されたハンドボールクラブであり、1990年代後半から2000年代前半にかけて6シーズンにわたってリーガイソブルに所属していた。 2004年に完成したビスカヤアレナは、スペイン最大の多目的アリーナである。コンサートでは2万6000人、スポーツでは1万8640人、バスケットボールでは1万5414人を収容する。カテゴリー、バラカルド出身の人物も参照。ありがとうございます。